こんにちは、横浜の英子です。いつも同じ洋服で申し訳ありません。今までかけていた老眼鏡を少し新しくしたので、私がかけている老眼鏡を紹介させてください。よろしかったら最後までご覧ください。今までずっとかけていた老眼鏡はこれなんですけれども、ちょっと画面では動物色が赤なんですね。落ち着いた赤っていう感じの老眼鏡をかけていたんですけれども、やはりなんかこのデザインに飽きてしまったっていうか、もう一つ欲しいなと思って、何日か前に届いたんですけれども、ちょっと私だいぶ顔が大きいので、これだとなんかメガネが ちっちゃく見えてすごく嫌だったんですね。ですので、こういうタイプを購入したんですけれども、老眼鏡っていうとなんかこう細めの老眼鏡っていうイメージがあるんですけれども、やっぱり老眼鏡もだんだん少しずつおしゃれにかけていきたいなと思って、こっちにして動画にさせていただいたんですけれども、こう見ると似合ってるのか似合ってないのかわからないんですけれども、すごく軽くてかけていて楽なんですね。ですのでまだこのデザインに慣れてないんですけれども、老眼鏡もこれからいろいろ値段も安いですし楽しんでいきたいなと思って動画にさせていただきました。やはりメガネが老眼鏡が大きい分、顔が少しはちっちゃく見えるかなと思って、今回は結構大きめで黒い老眼鏡を紹介させていただきました。それで前回病気のことを挙げさせていただいたんですけれども、いろいろコメントいただきまして本当にありがとうございました。いつかそういうオフ会という形でいろいろ今自分の体の状態とかを話したりして、いろいろ楽しく最後は皆さんで笑って帰れるようなそういうオフ会を計画したいなと思って考えているんですね。ですのでもし興味がある方はこれからよろしくお願いいたします。今日は横浜はこれから開港祭で山下公園で花火大会があるんですね。なんかもう花火が上がるっていうと夏を感じてきてウキウキしてくる私ですが、これからもよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。